ここ数日の日向坂情報をまとめました。幕が上がる7月14日の公演にマナモさんが来てました。噂だとリナシとレジェも見に来てたみたいです。2期生の某メンバーもこの日に行ってたので、すごい日ですね。音楽の日のキュンでの女性のコールがめちゃくちゃ話題になってました。お日様からはお前がナンバーワンだ、これがプロお日様だ、最高だよあんたなどの声が上がってました。笑い、メンバーも喜んでてコールしてくれてありがとうって思いました。続いてはひなのアームはいレディーの MV の衣装について、1列目2列目3列目を黄色緑で当てはめてくださいとひなのが言われ、ひなのが当てはめていた。今回の MV はひなのの頭の中や好きなものを詰め込んだで有名でしたが、衣装の色もひなのに委ねるって本当コンセプトに忠実ですね。そして FNS でもこの最初の頭の横で指をパヤパヤさせてるの何って話題になってたんですが、これは頭の中で何かぐるぐる考えてるよってことと説明してました。以上になります。ご視聴ありがとうございました。